最下位ということでね、最下位ということで、パート40、シェンムー実況パート45です、どうもアザラシですと言っておきましょう。え？いきなり話聞き、マッドエンジェルスについて何か知ってますか？ちょっと分かりませんね。マッドエンジェルスについて何か知ってますか？さあ、心当たりないですね。他の人に聞いてみたら？すごい一般人の人がいる。一般の人がいる。影見を教えてくれなかったおじいさん。教えてくれなかったよ。拒んじゃったんだけど。マッドエンジェルス。なんでですか？なんでそれ？それはいろいろと。ええ。やつら時間が。ここす中国の中国このみあまり。ピーピー言ってるから。ああ、もっと話聞き出せたかもしれんな。もうこんな時間。もうこんな時間。時間すごい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 進んでる。やっていくぞー。やっていくよー。3分過ぎだ。この3分、致命的な3分にならんといいが。しかもなんか今メモ手に入れたんだな。全部第三倉庫か。全部運び終えたらあのメモ見よう。まだメモは見。あ、失敗失敗。全部運び終えることができたらあのメモ見よう。うわー、このさ、フォーク運んでる時の喋りがまさに腕が試されるな。自分自身の実況者としての腕が試される。ここでいかに面白いトークができるかどうか、これがやっぱ実況者としての腕が試される。普通の実況者ならここカットしてます。カットか早送りしてますわ。で、ターボパート何本かだったか忘れたけど、すごく早送りした回があるじゃない。あれでもさ、全然シェンムーとしては成立してたね。はっきり言って字幕で出るからさ、字幕で下にさ会話が、だから別に見る必要ないんだなっていう。おっと、今減速したよ。こっちはリアルの時間で見る必要ないなって。話だけ置いたきゃ本当2倍速4倍速8倍速で見てもシェンムー繋がるなっていう感じがしたね。あれ見てて、そんな身のない実況ですね。身のない実況つか、まあ、こういう言い方しちゃ悪いけど、シェンムーってのは一日やったってさ、一日分やったってそんないろいろ出来事が起こるわけじゃねえんだ。ちょっとMMO つか RPG オンラインゲームに近いところだね。オンラインゲームをさ、まあ数百時間やったってそんなイベントらしいイベントってないじゃない。そういう風な感じでね、イベントのなさこそがシェンムとは言えないけど、とは言えないけどね、まあ、そのリアルの時間感覚、こういうゲームですっていうのをなんかこうかいつまんで面白いとこだけ見せますっていうのはなんか、ちょっとそれは違うなって思っちゃうけど、それこそプレイ動画、ゲームプレイ動画とかあったらさ、喋らずにさ、ただプレイする動画とかあっても、まあ、おかしくないと思うけど、その場合だとかなり退屈じゃないかって気はするよね。ニコニコ動画ならコメントが流れて、そのコメント読んでりゃ楽しいっていうのがあるかもしれないけど、まあ、YouTube に上げてる以上ね、コメントが動画の上を流れるわけでもなし、それがないんであればやっぱこう喋りでね、空白の時間を埋めていきたい。あー、ちょっとまた言ったよ、ちょっと言っちゃった。ちょっとに変わる言葉を自分の中で作りたいな。ちょっと待ってを多分言いたいんだと、そのちょっとだと思うんだけど、よさぬか、しばし待たれ、そういうなんか起こった時にしばしって言えんか、しばし言いにくいわ、しばしはなかなか石橋をは叩いて渡る、しばし。いけそうだな。ちょっと斜めか。また言ったちょっとって、ちょっと今のちょっとはいいでしょ。自分の中でちょっとをこう試している。どこまでが、おっとおっとおっととかの方がいいんかな。おっとっとおっとってっとって歌詞がさあるけどさ、まあ、子供の頃とかちょっと割と食ってた記憶もあるけどさ、
あれすごい詐欺だよな、本当に。詐欺でもないんだけどさ、食うとも少なくね。ほとんど空気じゃん、食ってるの。まああれがこう涙ぐましい証拠なんだろうね。証拠たくましいというか、食うもんってこう、原材料少なく多く見せるかってところがあったりするのかなという、なんか空洞の方がいいというか、そういうものって他にもあるよね。なんかなんて言えばいいかな、風船みたいなお菓子みたいな。そんなお菓子そんなないわ。チョコレートで言えばあのクランキーエアロとかさ、チョコをあの空気の層でこうかさ増ししてるようなさ、まああれ別に悲観するわけじゃないよ、エアロを悲観するわけじゃないからさ、それもまあ動力というかさ、企業努力というか、エアロを悲観するわけじゃない、むしろエアロはうまいよな、あの口どけ感。ただオットットはどうなんだっていうな。オットットあれは空気じゃないか。空気を食わされてないか。まあよう分からず食ってたけど、オットットな。魚の形とかしてたじゃん。でもね、多分本当魚関係ないんだよな。味に魚要素は関係ないんだ。お、残りがすごい。1個じゃない。今何個目だろう。向こうで6行ってたから、6の3の1で、64で10個はもう行ってるよね、多分。いやー、10個ぐらいだな。これでも相当進んだ方だと思うけど。相当速い方だと思うけど。スムーズだな。運転テクニックあり。これで11個。4時までだっけ、5時までだったら全部いけそうな気がする。4時までだったらちょっと無理だね。一番下か2段目かだな。下にセットしとくのがいいな。下にセットすると2段目まですぐ上がるけど、2段目にセットしとくと下に下がるから、一旦上に上がって下に下がるから時間のロスがみたいなこと考えながらね。いろんな有名実況者の人のシェンムーが見て、おじさん、いろんな有名実況者のシェンムー見てみたくないですか。俺なんかみたいな喋りじゃなくてさ、その本当にその有名人のシェンムー見てみたい、そういう欲が。ん？邪魔やめてもらっていいですか。仕事してるんですが。邪魔やめてもらっていいですか。荒くれすぎる。なんだこの人たちは。おお、いいタクシーね。ナイスキャブ。うちまで送ってください。You got that, Buster? You got that, Buster? 勝手にしろ。これで落ちるだろう。お。暗闇で。新キャラ登場。徒党を組まなければ戦えないという。いい加減にしろ。いい加減にしろ。ちょっと違うね、スクールボーイ。はい。お前ら、何のマネだ。このスクールボーイって言ってるやつ誰か、あの初めの方に、あのバーであのミルク飲ますときたやつか。
スクールボーイにはミルクがお似合いだぜ、ははって言ったやつかな、こいつ。俺にはあの技がある、下蹴りがある。ちょって言ってしまった。この下段蹴りで俺は世界を制す。このデブ強え。ちょっとまたちょっとって言っちゃった。違う、まあ出なかった。無理だぞこんなの。あ、体力回復した。これで出したい。久しぶりにやれみたいな。あ、余裕出ないな、これが。投げで、最後は投げで決める。いや、あー、そんなしょぼい技で決めたくなかったな。まあいいでしょう。ガッデン、ガッデン。最初の方の連中が強かったな。マッドエンジェルスはどこにいるんだ。なんでマッドエンジェルスについて聞くんだ。 あいつら17番倉庫の奥にいるよ。奥にいるよ、17番倉庫。ああ、倉庫の裏側あたりだ。マッドエンジェルスはなんか中国の組織とつながってんだったら、このいかにもこう西洋かぶれの、西洋かぶれとは言わねえわ、白人の人たちの、ね、アメリカンな人たちは関係ないんじゃないか。それよりもバイト、バイト、どうすんだろう、バイトの続きすんのかな。もうあと1個運べるかどうかだし。これはひどいだろう、ちょっと1時間ぐらい経過したぞ、一気に。ああ、夕暮れだ。走る。間に合わんな。ああやって絡んでくれるから、この単調なフォーク作業も刺激があってよろしいですね。いやー、もう間に合わんな、これは。あそこ絡んでこなければ確かに、あともう全部いけたかもしれん。5時までだったら終わった。今日も終わりか。いや、しょうがないな、これは。しょうがない。最後の1個の分、運ぶ方で行って、荷物を下ろす方で、あそこで絡まれたらどうしてもこうなっちゃうわ、時間的に。惜しかったな。惜しくはないな。いくら、ほら、今日のバイト代だ。今回計算むずいよ。どうも。よく見ておけ。あんちゃん、ノルマ達成だな。174から216。174から216。216-174。ありがとうございます。じゃあ、またよろしくな。はい。21-14。7200円ぐらいか。いや、怪しいな。計算苦手マンだから。7200円ぐらいでしょうかね。なんかメモ、なんかゲットしたね。17番倉庫裏に集まっている。裏に中国の組織ってやつがあれか、あの影見を教えてくれなかったじいさんからもらった情報かな。とりあえず17番倉庫に行ってみましょうか。とりあえず17番倉庫。いやー、このフォークは楽しいね。
なんかあったね。おうおうおう、こら、よくない。神をいじめちゃいけないよ。やめろ。待て待て待て。立てめえか。今日は手加減しねえぜ。ああ、あのチキンレースしてくれた人たちか。旋風する、旋風。旋風、俺の旋風が火を吹く。俺の旋風が火を吹く。投げかな。ちょっとまずいまずいまずい。待って。負けた。いや、おお、うわあ、負けた。負けるんだ。負けたらもう一回か。やめろ。情けない姿をお見せしたな。今日は手加減しねえぜ。時をかけてきた。蹴りにこだわりすぎた。やっぱね、こんなに囲まれるとよくないな。囲まれちゃよくね。敵は1対1で戦う。これルローニ剣士にも書いてある。ルローニ児童に関心にも書いてある。ヤヒコがなんか敵をぶっ倒してくる。俺をかわす。強くない。マッドエンジェル強いよ。その辺の素人より強いよ。喧嘩慣れしてらっしゃる。重ね当て。強くないか。うわー、厳しい厳しい厳しい。ちょっと言うなって言ってんのに、ちょっとまだ使ってる。ここ決めるぞ、勝つぞ。いろんな技出してるけどさ、なんか動きがたどたどしいわ。影見がないせいか。ここで決める。3度目の正直。強いって、今までの中で一番強い。まず囲まれないようにして距離を取るよ。距離を取って、この蹴りでなんとか。鎧同士、鎧同士、鎧同士。
1対1なのまあ。2対1はダメだって。2対1は攻撃をうまいことかわさないとダメだな。かわしてからの投げ、うん、このデブ強い。時間が経つとね、回復してくるね、体力が。相手の呼吸が読めてる、くれ。お、鎧同士で決めた。今見た？こう、シュッとこう。鎧同士、ほんと弱そうなんだけど。いや、強いね。マークさん。大丈夫か？いや、グダグダでしたね、この戦闘シーンがグダグダすぎて、ちょっとこのぐらいノープロブレム。マークさん、どうした？マークさん、何が奴らの反感を買うような神妙な顔持ち、面持ち。マークは弟を探していたのか。たった一人の弟、病と同じ年頃だ。そりゃ。だが今はもうMad Angels の手。Mad Angels。海の底かもしれない。マークの弟はマッドエンジェルスの。ああ、重要な情報を漏らすというミスを犯したらしい。仲間じゃねえか、マッドエンジェルス。奴らに。多分。だが俺が調べた限り、消されたのは一人だけだ。一人だけ。それじゃあまだ。消されたのは情報を聞いた奴か。漏らした弟か、うん、そうだ、リョウ、弟の情報は奴らとチャイニーズマフィアとの取引のことらしい。ほう。チャイニーズマフィア。チャイニーズマフィア。死ゆもか。死ゆもか。時間来てしまいましたね。待って、私有門っていうことはさ、今自分で言ったじゃん。私有門かどうかわかんない。チャイニーズマフィアイコール私有門っていうその発想よ。まあ、とりあえずここまでしますか。パート20って言った45で合ってる ?43、44、45はここまでします。ほな、次の動画多分何もないけどな。ただ家に帰るだけの悲しい動画になると思うけど、次の動画でお会いしましょう。ほな、また。